皆さんこんにちは、食べ歩き研究所のさわちゃむです。今回の研究対象は祇園ラーメンみやこさんです。で、このチャンネルでは京都グルメを研究しています。チャンネル登録をされた方は研究員の一員です。一緒に京都グルメを研究しましょう。で、こちらのお店は京都駅のラーメン工事にある新店舗です。で、京都の祇園に本店があり、飲めるスープが評判の京都ラーメンが味わえます。で、人気の都ラーメンから定番の中華そば、塩ラーメンとございます。研究員の皆さんなら何を注文しはりますか？で、京都ラーメン工事限定の白味噌ラーメンもございました。サイドメニューもめっちゃ美味しそうでした。で、店内の雰囲気は赤と黒を基調とした内装で、カウンター席がメイン、2人席のテーブル席が2つございました。で、さて今回注文したのは都ラーメンです。で、お値段は880円。で、メンマ、チャーシュー、ネギ、味玉がトッピングされています。で、こういうめっちゃシンプルなラーメン好みです。で、めっちゃいい香りが漂っております。で、家族連れから一人ラーメンまで幅広い層の方が訪れていました。で、麺は細麺でもちもちとした食感がたまりませんでした。で、そして鶏白湯スープはこってりでなく、求めていたあっさり感が広がります。スープとの相性バッチリ、超うみゃい。で、接客もいい感じの印象でしたよ。これはまさに一日の締めにぴったり、スペシャルたまらんディーでした。で、スープがめちゃくちゃ美味しくて完食することができました。皆さんぜひ研究行ってみてください。それでは次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。